ジェン君、そしてポンちゃん。さあ、今日はかなりすごい雨が降っています。見えるかな、どのような状況ですよ。まあ今日は仕事だ。昨日、たくさん仕事があるので頑張ろうと思ったら昼寝しちゃいまして、今日にずれ込んでおります。頑張ろう。はい、またまたお届け物です。ポンちゃんが喜びそうなじゃらし見つけたので送りますということでありがとうございます。これはチュールを食べるやつね、うん、それから、ワンタッチチュール、そうそう、これなんかね、私もねあれで見たのね、ペットショップで見て、でもまだケチャップとかの入れ物だね、そうそう、ピューってやるやつがあって、ちょっとね気にはなってたけど、まだ買ってみてなかった、はい、そしてなんだかうなぎ黒い猫のうなぎ、猫、あ、うなぎなのか、そうそう、うなぎだと思うんだけど、ちょっと人間っぽいうなぎ、ここにヒレがついて、ヒレ、そして餃子、なんだこれ、餃子、はい、餃子、浜松餃子かわいいこれ、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。顔ついてる、顔ついてる、その猫かわいい入れ物だね、はい、そして少々お待ちください、これも写してくれる、うん、これはね、ビニールを外すとポロポロ取れるんだ、一回お母さんに入れるために外したけど、あ、折れちゃった、折れちゃったよ、はい、ポンちゃんのとこに出してください、あ、折れてもうた一本、あ、取れてもうた、ドライフラワー屋さんで見かけたすごくちょっとふわふわした、猫じゃらし、これをですね、ちょっと分けてくださいって言って買ってきました、買ってきました、乾燥させたらドライっぽくなっちゃったということで、遊んでくれるでしょうか、買った時はあのまだなんだっけ、積み立てで、うん、あのまだドライフラワー屋さんじゃなのに、ドライフラワーにはまだなってなくてちょうどよかったんだよね、うん、でも買ってきてうちで2日3日経ったらこうなりました、はい、あとでね、うん、あとこれもドライフラワー屋さんで憧れのミモちゃん、はい、綺麗、はい、じゃんくん、ジャン君いいものがあるよ、ほらどうどう、クンクンしています。たださ、よくさ食べるさ葉っぱはもうドライになっちゃった、ごめんね、うん、ほらここドライフラワーみたいになってるよ、あ、食べる、あ、食べる、重曹で洗って乾かしてあります、食べてる食べてる、なぜ食べる？はい、ポンちゃんも。ポンちゃんふわふわだからさ、遊ぼう。遊ぼうよ、みんな食べないで。遊ぼうよ遊ぼうよ。遊ぼうよ遊ぼうよ。はい、一本取り出し。やっぱり食べるの、うん、ジャン君は食べています、ポンちゃんは遊ぶ、ポンちゃん遊ぶ、ビヨン、お、来た早速です、ポンちゃん結構好きだもんね、うん、この羽っぽいのも大好きだからね、よし、ちょっと待ってね、今ね、うん、これとかしたくね、うん、あ、不思議な動きをするから楽しいね、ポンちゃん、うん、
動かない。まあ、じゃあもっと体中で動かないとダイエットできませんよ。そうだね。もうこっち来るもんだと思ってカメラ移動しちゃった。途中で止まるか。とんでもないことが発覚しました。はいどうぞ。おうおうそもそもさっき餃子だって言った時俺こっち見てたから、うん、餃子にしか見えなかったけど、こんな顔してたのね。目ついてるの気づかなかったの。全然気がついてない。ありゃ私テレワ見た。ピュッ怖い。こういうことでした。